宝光寺。宝光寺は、京都府京都市東山区にある、天台宗の寺院。通称は、大仏、または、大仏殿。豊臣秀吉が発願した、大仏、ルシャナ仏を安置するための寺として、木記用語によって、総検査た。豊臣秀吉は、天正十四年、1586年に、松永久秀の焼き討ちにより、小尊した。 東大寺大仏に代わる大仏の造流を発願。当初は東山の東福寺南方にある使い向え員付近に造流する予定で、小早川高景を不審奉行とし、大徳寺の固形装置を解散に称制した。大仏と大仏殿の造流は一旦中止され使い、向え員の移転も途中で中止、おかげで県向え員は南北に分立された。後、 天正16年1588年に、場所を連縁王院北側にあった浄土新州仏、三寺の敷地に変更して、再開、仏三寺は、秀吉の別荘、龍河城のあった現在地へ移転した。秀吉は大規模工事に巧みであった高野山の菊井、王号造営の任に当たらせた。大仏殿は、鴨川東岸地区を南北に貫く山王寺に、西面して建てられ、 また、大和王子の西側には、秀吉の手により、伏見街道整備され、さらに秀吉は、五条大橋を六条坊門に移し境外への出口と、するとともに、大仏への参詣の便とした。小田原聖伐を挟んで、天正十九年、1591年5月に、大仏殿の立中式が行われ、時常京記、文禄二年、1593年9月に、上等。 タモン日記、ミホイン文書、文禄4年、1595年に完成を見た。同年9月25日には、秀吉自身の祖父母の供養のため、寺内の南北15県東西21県の巨大な共同で戦争供養会を行った。天台州、新言州、立州、禅州、浄土州、日蓮州、自州、一行宗の層が趣旨を要請された。戦争供養は、 囲碁とよとみけめつぼうまで、毎月行われた。戦争供養に出資する千人もの層の食事を、準備した台所が、妙法院に残る。当時の敷地は広大なもので、妙法院はもちろん、現在の報告神社、京都国立博物館、そして33県堂の敷地をも含むものであった。現在の宝告寺、報告神社から、 国立博物館西側に見られる巨大な石を積んだ石垣はかつての大仏殿の石垣であり、また33県道南に残る太閤米十分や南大門十分、秀頼が築造も方向地造へ一貫として整備されたものである。なお、当時の南大門十分は方向寺裁門として建築されたものを明治になって当時に移築したものである。 この時に造留された大仏は、東大寺の大仏より大きい6畳3尺、約19メートルの大きさであったという。また釘などは、刀刈りで没収した武器の再利用されたものも使われた。なお、造営期間短縮のため、大仏は当初計画されていた銅像ではなく、木造、執行、しついで作られた大工機。この大仏は完成の翌年の文録5年。 1596年、ウルー7月13日に発生した、慶長未地震により倒壊した。この時、秀吉は、自らの身をも守れないのかと大仏に大刺激怒したと、伝えられる。なおこの時大仏殿は、倒壊を免れている。秀吉は、夢のお告げと称して、倒壊した大仏に代わり、善光寺如来、阿弥陀三尊、当時は海にありを、いざして本尊に迎えることを計画。 木籍用語の尽力により、慶長2年、1597年7月18日に、禅光寺如来が慶に到着し、大仏殿に先座された、義縁受号日記。これ以後大仏殿は、禅光寺如来堂と呼ばれることになり、如来を一目を守ろうとする人々が押し寄せるようになった。秀吉は、翌慶長3年、1598年病に不死。これは、 善光寺如来のたたりではないかということで、同年8月17日、善光寺如来は、品野の善光寺へ戻されることとなったが、秀吉は、翌8月18日に没した。その後、豊臣秀よりは、慶長4年、1599年、木次起用後に命じて、大仏、銅像の復興を図るが、慶長7年、1602年流し込んだ銅が漏れ出た、ため火災が起き、 造営中の大仏と秀吉が全国六十六州の巨木を集めて建立した大仏殿は右右に返した。慶長十三年千六百八年により再建が開始され、慶長十五年千六百十年六月に自震祭、同年八月に立中式が実施されて、慶長十七年六百十二年には大仏に金箔を押すところまで完成。慶長十九年、 1614年には、盆章が完成し、徳川家康の承認を得て、海岸供養の日を待つばかりとなった。ところが家康は、同年7月26日に海岸供養の延期を命じる。上記の盆章の名文、東福寺、南禅寺に従した、前奏文英新館の作のうち、国家暗号、君臣部落のが、徳川家康の家と安史を分断し、 豊臣を君主とし、家康及び徳川家を冒涜する者とみなされ、大阪の陣による豊臣家滅亡を招いたとされる方向辞証明事件。なおこの事件を徳川方の言いがかりとする見方がある。一方で、性や意味なそのものに政治的な価値を求め、姿勢や変岌が盛んに行われた、仏家社会において、名文の文言は徳川に対して何らの底意を持たなかったとすれば、 あまりにも無神経。無論意図的に用いたとすれば、政局を飽きまえない、無謀な作文であり、必ずしも上げ足を取ってのこじつけとは言えない。片桐勝本らと与と味方の不注意を責めないわけには、いかないとする指摘もある。また、大工頭領を務めた、中井正清から家康への中心により、大仏殿の胸札にも、不穏の文字があるとされた。大仏自体は、 大阪の陣の後も残されたが、漢文2年、1662年の地震で大破。大仏は漢文7年、1667年に木造で再建され、壊れた銅像の大仏の方は、官営通報の原料とされた。この大仏も、関西10年、1798年落雷による火災で消失。以後は同様の規模のものは再建されなかった。 大仏及び大仏殿の建造と消失の経緯は、慶の大仏の記事を参照。また、豊臣家が滅亡した直後の元長元年8月18日には、報告大明神の信号を剥奪された、秀吉の霊が国体院、春三雲、流大古事と名を変えられて、報告神社本殿から大仏殿後方南に、混流された後藤に移された。 この石像逸話等は、現在の報告神社境大宝物土の裏に、大間塚として残る。なお、当時の資料ではこれを、墳墓としている、妙法院文書。なお、宝光寺という名は創建当時から、江戸初期にかけての文献には、一切現れず当時はただ、大仏とのみ呼ばれていた。宝光寺命名の経緯、時期は不明だが、経典、大宝工業から取ったと言われ、 また、経典にかこつけて、奉公の名を託したとも考えられる。だが、庶民の間では、江戸期を通じて、大仏の名で親しまれた。長崎で島のオランダ人なども江戸散布の折に訪れ、幕府が朝鮮通信使を案内した際には、秀吉の寺として、拒絶反応を示されて、対応に苦慮したことが記録に残る。江戸時代後期の天保年間、 1830から1844年、尾張国の有志により、上半身のみの大仏が木造で再興された。明治3年、1871年、方向寺境内の大部分は修行され、現在の規模となった。昭和48年、1973年の火災で、上述の天保再興の大仏も消失した。前日の国のは現存して、 重要文化財に指定されており東大寺、地温院のものと合わせ、日本三大名称の一つとされる。大仏殿は2000年、平成12年発掘調査により東西約55メートル、南北約90メートルの規模であったことが判明している。大仏が安置されていた場所からは、八角の石の奇岩も発掘されている。奇岩に使われた花崗岩の霧石の多くは、 明治六年に京都市の内外に京都府により築造された六基の石像アーチ橋の建材に転用された。大仏殿のあった場所には明治になって報告神社が建てられた。門前の餅屋が売っていた大仏餅は大仏を片押しした餅で大仏を訪れた人々の良い土産となった。この餅屋には石川五右衛門が住み込んでいたという伝説がある。 鴨川河原まで通じる抜け道もあったという、門前、持ち屋があった、向かいあたりには、秀吉が気づかせた耳塚がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。